ちは YouTube の時間がやってまいりました。高橋浩二くん、はい、やりましたね、やりましたね。今回はクラブ Q が持てる全ての技術を用いてお送りしたいと思います。はい、それはなぜかというとこちら、ディップの山地和秀さんをお迎えしているからです。いらっしゃいませ、よろしくお願いします。なるほど、山地和秀さんといえばですね、はい、俺個人的にはもうクラブ Q の前屋根裏のね時代からずっとディップザフラッグの頃から演奏してもらったりしてるわけですけども、最近はあれですね、いろんなところでギター弾いてるじゃないですか。そうですね、ディップ以外にも大江慎也さんだったり、あとは戸川純ちゃんのヤプーズとか、あとズズズっていう、まあ、ふざけたバンドがあるんですけど、そんなもんか、あとそんなもんかな、あと海猫サウンズっていうバンドもやってますね。でもセッションが多いもんね。そうセッションが多いね、いろんな人とね、あとたまわりもねクラブ Q でいうとねそう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 、あと俺舞台見に来ましたよ。だって舞台見るんだっけ、山井さんの豊田俊明っていう監督がいて、そうだ、で窪塚君が主役で、あとキー君っていう人とかいろいろいるんだけど、そうだ舞台の後ろで音楽をやるっていう。豊田監督の作品は前々からほらなんか音楽提供はしてるでしょ、うん、で今回は演者として役者としてつってもセリフないけどね、あの小笠原に行って、こうやって海があって、岩礁があって、そこの上にこうやってエフェクター置いて、で夕日が沈むのに合わせて、こうやって一緒にセッションするみたいな。夕日とセッション、そうそうそう、行くまでに結構すごい時間かかりましたよね確か。船でしか行けなくて。小笠原諸島、何島だったか覚えてますか。父島、父島だとしたらめちゃくちゃ遠いよ。そう、なんか聞いたらなんかすごい1日以上かかります。あれ1日ぐらい21時間ぐらいかな。21時間、そう最近は、ね、船に乗ってね、それで21時間過ごすのは相当辛いね。で島へ行って撮影始まりますって言ったらエフェクター並べて、そう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 、この状態で、うわあすごい撮影したね。なかなかできない経験ですよねそれ。でもほらずっと前からその付き合いがあって音楽提供とかしている、そのきっかけは多分ね、リップがここでライブやってライブが終わったら豊田君が楽屋に来たんだよね、リップの曲ですごい好きな曲があるからそれを映画に使わせてほしいと。あ、意外とクラブ Q 貢献してた。そうそうそう、ここで出会ったからね。へえ。でいいよっつって。ディップがちょうど東芝でデビューする頃がクラブ Q ができるタイミングだったんですよ。ああ、そうなんですか。94年でそのちょっと前にデビューが決まったのかな。で僕はね屋根裏を辞めてしまって、プラ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 してたんですよ。でもお金もなくなってどうしようかなって言って UK プロジェクトにお金がないわって相談したら、じゃあディップのね運転手やってくれってツアーの。あ、そっから始まったの。そう、そう、あそう、で あれで、島倉千代子さんところの事務所のすっごいでかいやつね、でっかいバスを借りて、俺運転して、あ、実際運転したんですかそれ。そう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 、でドラムとかみんな積んで、みんなで行くわけですよ。もうまあ行ったからにはねちょっとやっぱお手伝いもしたいじゃないですか、ドラムとか運んでて、そのディップのドラムの中西くんが屋根裏時代の向こうの方が先に入ってるから一応先輩なんだけど年下で、なんで俺中西のドラム運ばなきゃいけないんだちょっとディップについてきてるっていうことを忘れてしまって、あ、なるほどそんな出来事かつての同僚ってことですね。そうそうそう、ちょっとすると多分事務所一緒でしたよね、フィールアウトとディップって、イノセントっていう事務所。ツアー1回ぐらいしたよね。しましたね、1回、はいはい、全然仲良くならないっていうこと。なんか浩二と全く口聞いた覚えがない、ね、そう、俺もないですもんだっていや俺はほら一方的に知ってたから話したいなと思ったけど、もう山地さんのこの話しかけじゃダメよオーラがすごすぎてそうか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 、ちょっとこう試し弾きしてもらっていいですか。これはチューナーでしょ。うん、でこれはイコライザーつって、まあこれは普通のオーディオにもついてるよね。
はいはいはい。でこれがボリュームペダル。ボリュームペダル。この際エフェクター勉強しよう俺。みたいな。あでこれを踏み込むと、はい、ワウにもなる。お。いいっすね。でこれがディレイでしょ、うん、ディレイは音を繰り返すやつね、うん、ね、ね、でこれがフェイザー、はい、これ揺れるやつね。で兄さんの好きな曲でやるとお。出ましたストリートスライダーズ、ね、みたいなみたいな、うん、でこれこの3つが全部ディストーションで歪み系ね、まあ、オーバードライブっていうか、はい、ちょっと種類が違ってでこっちがファズでこっちはまあビッグマフ系のファズでビッグマフではないのね。そうだね。おお、なるほど。例え分かりやすい。分かりやすいこれはファズフェイス系のファズで、うん、ちょっとこっちよりも潰れる感じの。おお、これはまあ俺が一番好きなやつね。はい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 。でこれはルーパーといって、でもこれ使ってる人最近よくいますよ ね, ね。これだから音を録音して何回も繰り返すみたいな、はいはい、1、2、3、4で音を足していけるわけ。なかなかの超能力だよね。一人テレビジョンですね。一人テレビジョン。これと逆回転。おお。逆回転になっちゃった。え、これもあるんだ。あとまあこうやって2分の1のスピード。スピード？そうそう。これがディレイ。はい。そしてまた音を繰り返すやつ。うん、これが便利なのは。うん。スピードをこう足でゆっくりな曲になったらで早くしたかったら、うん、便利。なるほど。でさらに踏み込むとこれの場合はうわ発進する。面白い、うん、でこっちチューはまあほぼ同じやつのこれ1個前のモデルなんだけど、はいはい、こっちとちょっと違うのはこれ音がね永遠に続くようにできるのよ。こういう減衰しないってこと。減衰するんだけどテープエコーみたいにこもりながら減衰するんだけどそれがすごい長くできる。おお。音が悪くなりながらもうずっと続いてるでしょ。本当だね。これ気持ちいいのよ。宇宙が宇宙に行けそうだ。ずっと聴いてたくなりますねこれ、うん、これがリバーブ。なんつったらいいのこれ、まあ、カラオケとかでもあるよねリバーブはね、うん、リバーブは一番ポピュラーな。そう
はい、でこれはなんか便利なのはシマーっていうなんか1オクターブ上のリバーブ音が、うん、おなるほど、オクターブ上にちょっと音が重なってるんだ。そうそうそう、あといろいろフランジャーがちょっとかかったリバーブとか、あ、このエフェクター欲しい俺。でこれがまあラインセレクターといって、うん、これなんつったらいいかね、これであれアンプをどっちか切り替えるってこと。アンプ2台にしてんだけど、2台使ってこう切り替えられる。おお、今 JC からなってます、今フェンダーからなってます。アンプが行ったり来たりします。今両方いっぺんにも鳴らせると。これが、まあ、メルナインといって、これメロトロンのシミュレーターだね。うん、とか、あとフルートの、あ、すげえ、ギターなのにフルートの音が出てる。おー、すごいストロベリーフィールズですね、完全に。そうそう、すごい。でこれはオクターバーつって、これはまあオクターブ上の音とか下の音とか足せる。あ、普通に弾くとこれが素の音ね、今ね、うん、バーズ、ちょっと12弦っぽくもできる、うん、そうだね、うん、でこれはまたルーパーで、これ機能はこっちとほとんど一緒で、はい、まあ、だから同じですほぼルーパーがね、うん、大体は大きく分けると歪みがこの辺にあって、空間系のリバーブとルーパーと、うんうん、そしてディレイで構成されてる感じですか。そうね、歪みと、うん、揺れるやつと、うん、まあ、繰り返すやつ、あとルーパーか、うん、エフェクターの魅力って何ですか、山井君にとって。楽できるっていう。おいとこ好きだな俺。楽できるって言ったらそのままズッコーンって突っ込んでやる方が楽っちゃ楽。鮎川さん、例えばアンプ直みたいなのはね、うん、あれやっぱギタリストとしてね相当できないとね、できない。あ、でしかも鮎川さんはアンプ直だけでいろんな、結構いろんな音出す。いろんな音出るんだよね。あれはだからやっぱりこういうのでやったり、うんうんうん、こういうのこぼらしたりとか、そうそうそう、手元だけでね、そう、うん、あとなんか人力ディレイみたいなのもなんかやったりするからね。人力ディレイやってるね、うん、できるんだよ、すぐできちゃうんだよもう。ここが憎いっすね、うん、これエフェクターの位置って徐々にやっぱ変わっ、何年かかけてこの位置になったってことですか。そうそうそう、エフェクターでも大体このこれ系はここら辺みたいな、これの後とか前とかいうのが大体決まってて、あ、まあ、こういう綺麗な音にするのは大体後なんだけど、うん、で俺の場合は1個それを前に繋いでるのがあって、うん、でそれはまあどう違うかというと、例えば後ろにディレイの場合は、まあ、綺麗な感じになると、はいはい、前だとちょっと潰れる感じ、ちょっと汚れる感じの、それが俺がすごい好きで、あ、確かにこれが独特のディップ音を作ってるよね、一番最初に買ったエフェクターって何なんでしょう。
それねヤマハのね、うん、コーラスっていうね、あやっぱコーラスなんだね、アコギ弾いてたからね、あ最初は、で最初は俺中学生の頃はこういう、うん、あれ最初からそこに行くってすごいな、それこれ中学生の技、中学生の時はまだできない、中学生の時はまだこんぐらいの、ありがちだね、誰見てギター弾こうと思ったんですか、それはね言えないんだな言えない、じゃあ後でゆっくり、うん、言えない、企業秘密で、あるフォークシンガーの曲が中2の時にラジオから流れて、なんかわかんないけどうんって思って、そっからね、その前の中1の時に友達の付き合いでクラシックギター部に入ったんだけど、うん、もう全く弾けなくて、へ文化祭があって発表会があるじゃん、はい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 、でステージに並ぶじゃん、うん、でもお前は弾いてるふりしろって言われてそのぐらいの感じだったんだ、曲はなんかって曲だったんだけど、いやいやいや、それすごいから俺は何気に弾いてるけど、うん、俺はずっとこうやってあ、弾いてないんだ、そうそうそう、バン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 やってへえ、そっから始まって、うん、もうこれロックバンドで行っちゃうなって思ったのは高1で、うん、だから音楽部入ってバンドやらないと、うん、みんなと仲良くできない、あそういう気持ちがあったので、フォークだとほら基本一人だから、うん、あ確かにね、グループ組まなくていいですもんね、フォークだと、いやいやいや、今引っかかったのは山地君が人と仲良くしたいと思ってた、まあ、高校生だしね、そうだろうね、でこういうパートー山地さんそれやってたんだこういうやつだね、弾きたくなるやつで弾けないって、うん、ここでみんな断念するやつだね、セッペリンもそうですよね、そうなんですよ、でまあやっぱりとかそういう、あやっぱそこら辺も行ったん、まあでもこれ弾くのはもう一人でリードギターで、うん、俺はなんかこれだからね当時はねメインのフレーズじゃなかったそうそうこれだからそしてあれでしょ、パンクが聞こえてくるでしょ、その前に RC があった、ね、RC サクセションか、うんうんうん、そしたらまあ RC とのあとはルースターズとかスターリンとか自動的にね来ましたね、だから方角から入ったってことですね、そうすると結構、ね、そうなの、熱を入れたのはザ・モッズとかも聞いたりとか、そうそうそうだで、モッズの曲でとかあったりするじゃんかそうそうご機嫌ねで、大学入って先輩に、うん、ジョニー・サンダースっていうのがかっこいいって言われて、あ、 でありましたね、そういうおっさんがいてとか言って、うん、当時はもうおっさん扱いだったんだけど、うん、ただね、俺、うん、モッズのね、トゥーパンクスでディレイ使うじゃないですか、うん、あれが弾けた時にね、3歩リードって思ったね、あれ結構ドラムもね難しいから、叩けるとね、あなんかちょっといいなって、やっぱりそうちょっとレゲエが入ってるみたいな、トゥーパンクス結構ね、うん、叩けると嬉しいんですよね、あれなんかスネア以外にもう一個、そうそうそう、あのすごい高いトゥルンタッ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 タラッタッタッタッのとこね、そう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 、これは普通のスネアと違う、そうそう違う、そうそうそう、ディップの歴史もちょいちょい聞いていきたいところですが、最初ディップザフラッグだったじゃないですか、ディップになった時に3ピース、最初はディップザフラッグ4人だったし、でボーカルの人が辞めて俺がしょうがなく歌うことにして、うん、3人になって、ほんで後々気づいたら俺の好きなバンドってのはギター2人いるのが多いのよ、はい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 、テレビジョンとかもそうだし、うんうん、そうだね、ソニックユースもそうだし、うんうん、マイブラッティバレンタインもそうだし、まあ、何でもそうだ、ルースターズだってそうだし、ルースターズだってそうだし、なんで俺3人でやってんだろうなと思った時もあったけどあったんだあったあった、でも結局3人だよね、うんうん、90年真ん中ぐらいの時のなんか感情とか思いとかあった、誰とも混じってない感じでずっとやってるけどね、気分的には気分的にはね、うん、その当時もだってほら
90年代とか言ったらほらやっぱマンチェスター的なものが謝ったりとかして、うん、自分もそういうの好きだったけど、うん、でも全然混じれてる感じしなかったし、うん、いやディップだけは混じってなかったな、うん、いやだからやっぱりすごく孤高の存在でさ、うん、でなんか交わらないから知られてないのかって言ったらみんな知ってんの、うん、ディップは知ってんので結構洋楽聴く人でもディップは聴くっていう人は結構いましたね、うん、やっぱねでみんなレコード CD 買ってるんだけど、うん、その知り合いにはならないっていうさ、うん、ちょっと不思議な現象が起きてたね確かに、うん、なんかメンバー以外とやってみようとかって思うタイミングとかってなんかあるのかなと思ってなんか多分ね、まあ、だから暗黒時代抜けたでしょ、うんでまあそうするとまあ何もやる気がしなくなって苦痛とした日々を送るんだけどおでそんな時にルースターズの DVD が出る、はい、それでそれ用のライブがあると、うん、その時に近藤君が俺にギター弾いてくれって誘ってくれてフィールアウトの近藤君そうそうそう、うん、ほんでその時に池畑さんと知り合ってはでそこで多分池畑さんは気に入ってくれたのかそれからよく誘ってくれるようになって俺そのライブ見ましたよ俺、うん、渋谷かなんかでやりませんでしたっけそれ見た見たそこか、うん、そこはね結構きっかけになってる気がするね近藤くんのおかげだよ、ね、今があるのは、ね、ある種いやいやいやもうでも山地くんとみんなバンドやりたいと思うけどね歌う人いやいや特にリズム隊が多いのかなそうやっぱね山地さんの時代ドラム叩くドラム冥利に尽きるというかね、うん、一緒にやるとあ、そういや、本当っすよドラマーから見ていいな、ギタリストとしてすごいな一緒にやりたいなと思う部分やっぱね、8ビートなんですよね、やっぱ俺は、うん、山根さんとやるときね、自分の8ビートが一番いい気がするっていう感覚っていうかおー発動をすごい意識して叩くようになるっていうのありますね、山根さんとやるとあ、そうなのうんだからちゃんと8ビート8が聞こえるっていうハットをしっかりしなきゃいけないようなギターを弾いてくれるそうなんですだからカッティングがやっぱそういうカッティングなんですよねーああなるほどねそうでねやっぱ山根さんのギターって煽るからどうしても突っ込んで入りたくなっちゃうんですよねあ待てないのやっぱ 1,2,3,4 までなるほど4より1個前に入る、まあ、それグレースみたいになっちゃうけどでもなんかそういうギターなんですよねなんかこうなるほど影響されたギタリストギタリスト、まあ、バンドでもいいややっぱね、まあ、トム・ワーラインでしょ、うん、サーストムーアでしょ、うん、あとニール・ヤング、うんうんうん、あとロバート・クワイン、うんうん、そんなとこじゃないな、ね、あとまあ花田さんね花田さんねあと島山純、うんはあうん、ルスターズマーミ山根さんあとすごいのってちゃんと今でもここどうやって弾くんですかって聞くっていうああこの前も島山さんにね LINE してねそうそうそうだから俺そのやり取りとかすごい良かったなと思って、そうだ普通山根さんぐらいになるとほらもう聞かないじゃないですかやっぱりどうやって弾くんですかなんて、うん、だって大好きだもんそうギターをギターがねえだからそれはすごい感じますよねもう少年だもんねそういう意味ではねカバーほらやったりすること多いけど、うん、結構完コピしてきますよねなんかねさあそれがちょっとなかなか感動的なんですよねあレコードで聴いてるときと同じ音してるっていうなんか外せないとき音あるじゃんかあるこれないと嫌みたいな、ねはい、そう、うん、だって本当に同じ音って持ってきますからねやっぱね聴、うん、いてた音とそうだね教えれるかって言ったらコードネームとかどうなのコードネーム全然わかんないんだよね今ギタリストほらコードの名前いっぱい知ってる人多いけどそうそう若い人はだからこの前も自分で押さえてるコードを説明できなくて、うん、ネットで、うん、押さえてるこのコードフォームからコード名がわかるっていうサイトがあってありますね、うん、それでコードを調べて伝えたりとか、うん、そっかそっかそっか特に変速チューニングとか使うともう自分でどの音出してるかもわかんないわけあーねーそういえば変速チューニングといえばあれはどうやってやるんですかみたいな知りたいですねリクエストが来てるんですけどこんな聞けることなんかないですからね、うん、じゃあ俺の割と好きな、うん、チューニングはいで
これでまあ大体合わせてチューナーで微調整するっていうのは大体パターンなんだけど、あ、なるほど。 C、G、D、G、A、D、うんうん、これが俺が好きなチューニング。ほんでまあリクエスト来たヘルプレス、ニール・ヤングの、はい、こうやってルーパーで鳴らしといて、はい、でまあこれイントロ弾くと、な感じ。まず黙っちゃいますねこれね。黙っちゃうね。すごい。聞き入っちゃうからね。うん、でスローアーって曲があって、それはまあコード進行を知りたいと思うんだけど。はい、うん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 。まあ。これがね、6弦が C で、そうそうそう、 G、D、G、A、D と降りていく感じで、うんうん、そうです、これが変速チューニングですね、うん、この変速チューニングはさ、なんか雑誌で読んで覚えたとかそういうんじゃなくて、やっぱりレコード聴いて編み出したみたいなこと？最初は6弦を D にするっていうドロップ D ってのがあって、はい、ありますね、これはね、結構みんなやるのよ、うん、低い音が欲しいなと思って、うん、あとはまあほらスライダースとかキースリチャーズみたいな5弦を G にするとか、はいはいはい、オープン G とかいろいろあるじゃん。でしばらくそんな感じでやってたんだけど、うん、ソニックユースを聞いて、はい、もっと複雑な自由な変速チューニングがあるんだと思って知って、うん、そっからかな、いろいろ試し出した、通常はね6弦は E だから、うん、E をD にして D を C にしてって、そうそうそう、めちゃめちゃ落としてるんですよね。そう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 、もうベロベロになってんだけど弦は、でもそれがまた気持ちよかったりするんだよね、うん、これもギターの面白いところだもんな。次アンダーウォーター、はい、ってなってて、このチューニングの曲が多い？多い。最近やってるエヴァって曲なんだけど、うん、これは、ディレイを普天八部のディレイにして、はい、
な感じで。すげえ。いや、すげえ。いやね、コピーする気がしないね。しないですね。いや、全く。でもこれこそ簡単に楽するためにディレイを使って、うん、だからなんかね、飛び箱24段飛べる人が6段は簡単に飛べるよみたいな、楽するっていう感じだね。確かに次元が違う、うん、それにさらに踏み台を強力にするみたいなもんで。なるほど。だから本当普通に聞いてるとこうやってこれしか弾いてないの。はいはいはい。これディレイを足すと、なんかね、作曲っていう概念でいくと、みんながコードをこう並べていくっていうことに対して一から構築していく発明みたいな感じだね。うん、なるほど、はあ、マッドサイエンティストに憧れてるからね。マッドサイエンティスト憧れてるんだよ。でもその感じですね。いやいやいや、もう発明ですよ、うん、これいろんなものが組み合わさって解析できないよね、普通のギタリストとかは。これを使ったからってこういうことができるわけじゃないですもん。同じエフェクター買って、ね、じゃあ山地奏法やってみましょうって言っても全然楽しくないですよ。ですよね。できるできる。いや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 、そう簡単に言うのはあなただけです。そう、うん、あとは、はい、ダナエっていう。ダナエ、これも同じチューニングで、あとあの泉谷さんの春夏秋冬もできるよっていう、うん、ああ確かに。これ下山さんだっけ。そう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 、ね、13階段って曲なんだけど、はい、これは豊田くんが映画で使いたいって言った曲なんだけど、はいはい、これは2カッポで ノーマルチューニングで、うん、Q っていう曲がありまして、これはこれちょっと家帰ってコピーさせていただきます。そうですか。やりたくなった。 Q なだけに、うん、そう、これはだからね、こういう、セッペリのこういう曲があるんだけど、はい、このボイシングというかこのコードというかこの G でこの音を入れるっていうのがすごいかっこいいなと思って、いい、ね、それに影響されて作った。オモットはほんともうちょっと早いけど、
感じで。今見てたらチョーキングも独特だね。今チョーキングしてた俺、うん、してた。あ、そうね、上に、うん、上がりきんないっていうか、うん、ああ普通の人は何が違うんですかこれ。いや、なんつうかね、例えばさ、うん、演歌とかで歌う人がいるとしたらさ、うん、ピッチきれいだったら味が出ないとかあるじゃないですか、はいはいはい、あえてこう少し外してこうビブラートしながら減衰していくとか下がっていくとかあると思うんだけど、あ、なんかその半音の半音ぐらい、ね、半音の半クォーターみたいな感じがね、うん、絶妙のニュアンスでね、確かに面白い。なるほど、次ガーデン、これは5弦 G、うん、5弦 G で、ああ、これは6弦はミュートした感じ。そうだね、うん、人差し指で多分これ当たってならないようになってるからね。ホールインホリーっていう曲あるんだけど、うん、昔の曲でこれも5弦 G で、あとトランスオレンジっていう、はい、これはこれも5弦 G で、これは同じ押さえ方のフレットが違うだけで、この、うん、で、素晴らしい。というわけでですね、はい、ディップ山地くんのいろんなギター奏法をここで教えてもらったんで、せっかく二人いるんだから、はい、音鳴らしてほしいなと。あら、もう何でもいいんでセッションしてもらっていいですか。じゃあ思いつきで。それでは画面の前の皆さんも、チャンネル登録をしながら山地くんと高橋くんのセッションをお楽しみください。
い、OK です。はい、お疲れ様でした。